おお、来た来た。何かを伝えに来たのか。ケンティアナ、成績を背負いし王よ、雷神の啓示により力を宿します。成績を取り戻すためカンナギは。ルーナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは受け負を終え、紅葉の指輪と共についておいた。早く終わりなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。待たせて悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルは王都にあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を。天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナ・フレーナ様のもとにあるならひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ、これ。ウリ、それ行くか。グラディオ、行くぞ。あーや、よっ。先に行くぞ。すみません、チョコボ乗りたいんですけど。チョコボに？
すまんが、今は出せなくてな。今この辺りにベヒーモス、通称スモークアイが出没しているせいだ。チョコボたちも怖がっとるしな。万が一が起きないように貸し出しは止めてる。君たちは最近評判のハンターだね。どうだろう、引き受けてはくれないかな。もちろん報酬は弾むよ。無理にとは言わないが、ぜひ検討しておくれ。今行く。なんだ、様子がおかしい。行くぞ。ありがとうな。ありがとう、チョコボ。これ囲まれたらやばそうだって。なんてこと言うなよ。俺たちでやるときはやるよ。よし、完璧。行くぞ。いたぞ。仕掛けるか。いや、奴は住処に向かっているはずだ。そっと後をつけて場所を特定しよう。了解。そっとな。お疲れさん。
でかっ。近い。退治してくれたんだろう。わかるよ。みんなを代表してお礼を言わせてくれ。本当にありがとう。じゃあチョコボは？もちろん。君たちにならいつでも貸し出すよ。心配してたとこだ。無事でよかった。なんであの人ノクトの手助けしてくれんの？ゲンティアのか。うん。あれ。神様なんだっけ。24品六神の使い。イリスの言ってたルナフレーナ様の話本当だったんだね。場所や時期から考えると王都を出てすぐ巨神の元へ向かったのか。頭が上がらねえな。早く追いつかねえと。ありがとな。ありがとう。ちょっこんにちは。怪我の具合はいかが。誰。ゲンティアナ六神の使いルナフレーナから聞いていない。これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ。ルーナに。ルナフレーナに。そう、ルナフレ。仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはケンティアナとゼネブラエの。雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい。雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの。また頭痛。ゲンティアの声がした。神に通じる能力。いや、巨神の時の頭痛と同じなのか。ウリ。カンナギの手によって神は目覚める。王に力を与えるために。どうした、また声が。ああ、ルーナが六神を起こしてるって。カンナギの受け入れは済み、残るは刑事のみ。急ぎ雷神のもとへ。準備はなされている。ノクト、大丈夫。ああ、早く啓示受けろってさ。神の力をもらえるか。啓示を受け、六神の力を身に宿す。それは成績に選ばれし王の使命。またか、なんだって。クリスタルに選ばれてんだから頑張れって。
ノクティス、東の洞窟ポッシオへ。封印は解かれた。地の底に眠る最後の石碑を目指しなさい。帝国の者たちよりも早く。洞窟だ、次が最後。よし、さっさと進ま、出ようぜ。いよいよ雷神様とご対面か。準備はしっかりしておこう。よっ。雷神の力を得たら、今度は水神か。おそらくルナフレーナ様もそう動いてくださって。水神とも儀式あるんでしょ。うり、心配だね。それ。お墓回るのも続けるんだよね。ああ、別に忘れ。おノクト、そこで釣りできそうだぜ。マジか。オートの外では初めての釣りになるな。どんな魚がいるのかな。ま、釣ってみりゃ分かんない。よっ。今ってノクト力を集めてるじゃん。集まったらさ、何すればいいの。王の使命の詳しいところは分からないが、最終的に帝国を倒すいいんじゃないか。ああ、それでいいと思う。いや、俺たちの旅って歴代の王様と神様の力を集めてんだよね。結構すげえ響きだよな。打倒帝国ってのが近い。うわ、今のは近かったな。急いだ方が良さそうだ。おい、あれ雷落ちたとこじゃねえか。あそこは、これだね。ポッシオ洞窟。何がいるかわからないぞ。油断すんなよ。あいよ。うわ、この先かなり深いよ。暗くて奥。こういう怖いとこ嫌なんだよね。何が出てきてもおかしくないな。みんな気をつけ。そこ通れそうだぞ。行こう。無事か。おい、返事しろ。もうやだ、ここやばいって。でかい蛇がいたんだよ。そいつに引きずり込まれたんだって。やはり出てきたな。チョコバが抜けやがって。こっちに何かありそうだ。いる、絶対いる。くそー、出てこい。落ち着け。自分で返せよ。うわ、無理。
ようやく見つかったな。よかったノクト、頼むぜ。雷神の力。大暴れを想像してたけど、人のいい神様もいるんだな。性格あるらしいぜ。ルーナも大変なんだろう。お会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。そうだな。見て、雨上がってる。雷神様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐにはいかなくて。いや、いい。情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか。ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ。当たり前。これはあくまでも予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。だが雷神の嵐で近づけなかったんだ。あれでレガリアを帝国本土に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。今ならまだ間に合うよ。取り返しに行くぞ。あいつが最小だったとはな。怪しいどころの話ではなかった。なんで俺たちに構うのかね。俺さ、揚陸艇乗ったの初めてだった。まあ珍しい経験だったな。よっ、王の使命って何なんだろうね。六神とも関わる何かか。神話では王は六神と共に闇を払ったとある。闇って何だろうな。シドニーって優しいよね。どうしたよ。1日、2日付き合ってくれたでしょ。探すの仕事あんのにさ。結局見つかんねえし、台車も断ったし、なんか悪かったな。台車は仕方ない。うん、代わりなんてないもんね。分かってくれてるさ。次の連絡って電話かな。だろ。会いたきゃ店に寄ろうぜ。よっ、配達でアンブラーを見るけど、フライナーは何してるんだろう。見てないな。やっぱりアルジンとこにいいんじゃないかな。元気にしてるといいな。さっき飛んできたやつ、ずいぶん立派な壁じゃねえか。あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍に利用しているようだな。どう攻めるか